今日は関という字を書いてみましょう。まず一画目はこの辺りから少し右上がりになる横画を書きましょう。二画目はこの辺りから一画目と同様右上がりになる横画を書きます。で、一画目の書き終わりと揃えるように止めていきましょう。三画目は一画目のこの辺りに触れて縦画を書きます。四画目はこちら側にできたスペースのこの辺りに縦画を書きます。五画目はこの辺りからまっすぐ降りてきて底辺が揃ったこの辺りで一旦止まって斜め上に跳ね上げましょう。ポイントとしてはこちらのパーツは辺になるので、横画は右上がりになるように書いていきます。で、一画目の書き終わりにこうやって壁を作って二画目の書き終わりがあまり右に飛び出さないように止めて書いていきましょう。作りの方の立冬はここのスペースよりもここを広げすぎたり詰めすぎたりするとバランスの崩れたちょっと見づらい字になってしまいます。